みのくりチャンネル。さあ、ということで今週もまた来ちゃいました。スノーピークヘッドクォーター、これがテントを立てたいと思います。冬は唇乾燥するんでね、リップクリームちゃんと塗りながらやってください。やっちまったな。やっぱりこっちが前か。痛恨のミス。痛恨のミスだぜ。痛恨のミスだぜ。痛恨のミス。このマークが後ろ。よしよ。そしたらよいしょ。今日もすっごい天気いいですよ。ほら、ね、あの山、ヘッドクォーター、まあ比較的もう慣れてるんで、これは時間まあちょっとかかってますけど、まあ簡単です。これは簡単。じゃあちょっと中をよいしょ、中を作ろうか。はい。じゃあまず、いやー煙くせえな、おい。この間の焚き火かな。それにしても暑いな。それにしても暑い。いや、このテントもいいな。はい。ね。まあ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 、こんな感じですよ。こんな感じでいきますか。こんな感じで。よし、これでじゃあインナーテントを作ろうかな。いやいや、ハサミがなくてね。これ何やるかというとですね、これちょっとトグル最後ね、はめるの結構大変なんですよ、インナーテントということで。そこに、100均で買ったこのゴムで輪っかを作っていって、それをはめていこうかなと思っております。そうするとトグルが少しこう伸びてはめやすいという感じにしようと思っております。なのでちょっとこう輪っかを作っていきますんで、ハサミないからしょうがない、カッターでちょっと手を切らないように細心の注意でもと。これが赤いトグルここはまりますよ。はい、これはもうすぐ一発。ああ、蚊がいただ、蚊が。ああ、蚊がいただ、蚊が。
じゃない。これいいでしょ。ではここに脱ごう。ではここに脱ごう。トグルがねきついんですよ最後の方。ここなんかこれここにこのトグルをはめるのって結構きつくてこうグーッと手が痛いのいつも。もう今日これゴムつけて、もうちょっとビュッと改良です。この最後の 2,3 個がきついんでね。はい、これを変えました。そのためのゴムだったんです。ほい、広げます。よし、テントいいな。このテントも楽だな、コールマンでは。はい、これがね、今日の寝室、寝室です。あとでベッドメイキングしますが、これインナーシートをここに引いていきます。よいしょ。あー、またほうき忘れた。俺ほうき忘れるんだ。ほうき忘れちゃったな。買ったのにな、ほうき。はい、このね、アテナ LDX クールーム用のグラン、インナーシートなんでぴったりここにはまるわけです。はい、ぴったりはまります。ほい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 、ぴったりはまるんですよ皆さん。よっ、これがねぴったりはまるんですよ。はいはいはい、うわー、よし、素晴らしい素晴らしい。はい、とりあえず、わあ天気がいい。1時間です。まあ大体1時間、うん、大体1時間かな。コールマンのアテナで初めて冬、ちゃんと寒い時に来たんで、ルーフにですね、結露防止のためのシート1枚今日初めて貼りました。なかなかでいい。はい、1時間半、1時間半ですね。とりあえず、コールマンのツールーム FDX アテナ、ルーフも貼って、あとは中ベッドメイクするだけです。これテントは、一応終わりです。次は、タープ。ちょっとね、考えたんですけど長いんで小川張りはちょっと無理ですね。いい感じだぜ。草的夏みてえだろ。あっち頭はすいません。ミノクリチャンネルをご覧の皆様、どうも、中静香です。大体2時間で両方です。あとまあ10分ぐらいで全部やりますんで。ミノクリチャンネル。